こんにちは。おかけ情報局員のポンです。ムーブオンがいよいよ聴けるようになりましたね。いやー、何回も聴いているはずなんですけども、やっぱりこの曲がこう始まると動機が早くなるというか、こう、ントのゲラーに向かって、こう、ドキドキが高まっていって、くるくるくるっと思ってシュントのゲラーが来て、来たって思うこの感じっていうのは、 本当に色あせないというか、毎回そう思えるっていうすごい曲だなって思うんですけども、えー、ギフテッド、スクリーム、ビーフリー、ムー e Move On, b が今聴けるようになりまして、最初の頃はギフテッド、スクリーム、バイグッバイの順番だったので、こうスクリームのすごいこうパンチのある、怖いぐらいの曲からバイグッバイの爽やかな感じっていうところで、 ギャップが毎回すごいなって思う曲順で楽しかったんですけどもそこに BE:FREE と MoveOn が今加わっていることで今はすごくエモさののアルバムの曲順ににななっているなってていいいるううふうに思 BE:FREEMoveOn 合宿の二次審査をこう思い出す感じがしますし一つのこのアルバムの発売で こうやって少しずつ聴ける曲がこう増えてきて新曲が聴けてドキドキしたりビーフリームーブオンみたいに懐かしさもあるエモさを感じる曲今はなんかあエモいなって思いながら聴く今アルバムっていう感じなので毎回楽しみ方がこうちょっとずつ変わるっていうのはなんかすごい何回も楽しめてる感じがして嬉しいですねはい。 ムーブオンこちらも再収録した曲になっているのでうんアルバムで聴くのはまたちょっと違う,こう隠しきれない成長感みたいなこうジュノンの余裕のある伸びやかな声とかあのソータのラップもそうですし普段ライブで踊りながら歌っている こういくつも歌っている中のこう一つの曲として聴いていることが多い分、まあ、踊りながらではない収録の曲っていうのもあって余裕も感じますしやっぱりこう,声もちょっと違うなっていうふうに感じますうん次またどんな曲が先行配信されるのかなっていうのも思いつつ。 少しずつ公開されていった最後、全曲揃った時ってどんな感じになるんだろうっていうワクワク感もありつつ、はい、しばらくはこのムーブオンを楽しんで今聴ける5曲を楽しみたいなと思っています。以上、追っかけ情報局員のポンでした。